はい、こんにちは、ぐっちです。こんにちは、ケロンスケです。前回の動画の続きです。はい、名阪上野ドライブイン、実は途中本人たちはレッグが回ってるものだと思って喋り続けていた。レッグが回ってなかった。はい、足りてませんでした。降りてくところの映像が一切ありません。なんでごったい。ここやーとか言ってるやつ。それどころか何にも取れてない。どこでレッグが止まったんやろか分かりませんが、本日はこの上野ドライブインスタートで次の場所に行ってみたいと思います。はい、2本撮りの2本目です。おじいちゃんとおばあちゃんが。思い出の場所を巡っているのでしょう。あ、でもいいよね、あえて2人でバイクでこうシュッて。なんて言ったって我が家は嫁が 1100cc、 旦那が 250cc と4倍の排気量の嫁です。おかしい。ただなぜかカーブのたんびに嫁が遅れてきます。おかしい。どんどんカーブのたんびに差がついく嫁です。と今から行くところはですね、まあ、今2月の11日、建国記念のの日、建国記念日ではなくて建国記念の日ということで祝日です。祝日なのもあってめっちゃ混んでまるこの上野動物園ちゃう上野ドライブイン上野ドライブイン、今からちょっと早いのですが、この時期どうしても行きたい場所がありまして、本当は再来週行く予定だったんですが今週行ってみようと思います。はい、で今から行くところがですね、こっち側です。どっち？北。さっきねポスターあったよ。ああ、そうな、なんかポスターあってさっきそれ同じところかこの辺の間違い違うかといってちょっと論争なところです。はい、で秋之助は多分先頭行くと迷子になるので後ろをついてきてください。はいはい、じゃあ行ってみよう。行ってみよう。こっちから行けんじゃないの？行かれへんのかな？出口こっちから行けるはずやか。待って。何？何や何や、どこにおんの？何？だいぶ前からおらへんの？あ、何してんのお前。どっちに出る？名阪に乗る。行けますよ。はい、よいしょよいしょよいしょ。来とる？はい、次のインター降ります。はい、もう降りれるインターは。あー降りれる。もうで、どうしたらいいの？あっちゃんどうしたらいいの？降りろや。どうしたら降りる？左行けや。どこへ行くの？どういう話やね。梅祭りが13日からということはですよ、もう咲いてるってことやな。あ、でも2月の下旬くらいもね、いつも咲くのね。梅祭り、梅祭り。わからん。少なくとも今のところ咲いてないで。梅祭り、梅祭り。これ梅やろ。あ、なんか確か、あ、微妙。微妙。微妙。あ、これでも月、あ、分かる、月笠の端っこの方やなこれな。微妙。いや確か、いや、うんうん、いや、うん、期待しよう。期待に胸を膨らまして、ここまでは何もないです。危ない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 、よそ見せ危ない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 。ほんのりピンクなような気もするが、ほんのりピンクがあるような気もするが、何にもないような気もする。
だってここのさ、うん、これ全部そうやで。谷間、梅の谷なんじゃん。そうやで。梅がふわーってあるから。これ全部梅やで、本当は。本当は。本当はとか、梅やで。本当は。うん、梅であることには変わりない。写真撮ったもん。とりあえず今の段階では咲いてないね。13日村人たちがなんか加工するの。花を咲かせじいさんだ。さザシャホルモンしかしえ、少なくともここから見える範囲にはないで。まだちょっと早いね。うん、ないな。はい、ないです。残念。残念。おや13日で見間違えた。お前見間違えた。3月の13なんちゃうか。いや、うん、ないよ。ブワーってあるもんね。ブワーって本当は。ほらないよ。梅の木はあるけど。なんか電球みたいなのがついてる。枯れ木に。いや、やっぱ咲いてませんね。無理があった。咲いてるっていうにはちょっと無理があった。はい、見ての通り、桜じゃないや、梅満開です。すごいですね。お前の目は節穴か。節穴か。どこが咲いとんねんね。どこも咲いとるんかな。どうなっとんねん。つぼみ、ちょっとつぼみがあるかな。ちょっと風でね、旗が偉くなってますけど、梅祭りとなんかある。先っちょにさ、スマホ落としたよ。ちょっと今これ広角レンズだから見えないかもわからんけど、つぼみがついてるね。まもなくでしょうね。ほら何、うん、そうね、13やんな。うん、そうやな。令和4年やったかな、今年が。4年ですよ。ということで、咲いてませんでした。なぜか写真撮ったら、木の助をバックに、今日の動画はこれ見て、終焉とさせていただきます。あれ、2本ともあかんかったやつ。そうやな、2本とも、今日2本撮りに来ましたが、2本とも、やらかしました。何してんねん。虫おった。知らんわ。はい、多分もうあと1、2週間すれば、まあ、2月の終わりには綺麗に咲くんじゃないですかねと思います、うん、また来ようと思いますので、その時はまた撮影します。はい、はい、本日はどうもご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご安全に。ご安全に。ほんまに咲いてないで。本当に咲いてないっていうのは、綺麗じゃ綺麗だか、何も咲いてない。どうすんやん。うん、これどうすんだよな。花咲かじいさん。困った感じやな。